はい、皆さんこんにちは、グラブアーティストシンです。今日は僕のお店の中でね、撮影をしています。今日皆さんにお教えしたいというか、紹介したいというか、お教えしたいのは、バラのことについてです。実はよくあるケースなんですが、今日ね、たった今仕入れてきたばっかりのバラをこうお客様に提供した時に、あれ、この花古いんじゃないの、新しいのに変えてとかって言われる方がいらっしゃるんです。実はね、その時にまあこう古い、実際前からあった古いものを新しいと勘違いしてて、今来たばっかりのものを、実際前からあるものを新しいと思って、今来たばっかりのものを古いと勘違いしてるんですね。それはなぜかというと、実は来たばっかりのバラの状態っていうのがね、に問題があるという。問題じゃないんですけど、来たばっかりのバラの状態を知っておくことに、知っておいた方がいいと思います。ではちょっと見やすいように、こう白い面紙の上で紹介しておきます。どうぞ。はい、こちら今ね、オレンジのバラとピンクのバラと黄色いバラがあります。実はね、この 3本のバラは今日ね、仕入れたばかりのバラです。全てで、このオレンジのバラとか、こう分かりますかね、一番上の皮が少しこう傷んでますよね。傷んで見えますよね。で、このピンクも、まあピンクは割とこれそういう風に見えないんですけど、これももう少し時間経つと同じようにこういう何ですかね、この一番上の花びらのようになっていきます。黄色いバラ、こちらも少しこう外側の花びらがめくれてるのが分かりますかね。要するにこれ切ったばっかで出荷されてくるときに、切って出荷されてくるときに、この外側のね、1枚の花びらってどうしても傷むんですよね。なので、これは切ってすぐにまあこう取ってしまう場合もあるんですけれども、本当にこう突き立てのバラっていうのはまだこれが取ってないんです。なのでこの一番上の皮がついてる、皮というか花びらがついてる、こういう花びらがついてるバラは本当に新しい花バラなんですね。ただもっともっとこう、これが日にちが経つとまたこれが傷んでって言って、こうどん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 向いてっちゃうんで、これなんだよ、どっちかというとラッキョみたいになってる、もう本当言い方悪いんですけど、ラッキョみたいになってるバラがあります。それがね、新しいと思い込んじゃって、つぼみだと思い込んじゃってるお客様がいらっしゃるんですね。まあ、あれはね、本当に注意した方がいいと思います。はい、なんとなくね、分かりましたかね。今ね、これが僕が動画の中で向いてたバラですね。で、これが向く前のバラです。同じバラですね。これはまあ北手の、両方とも北手のバラなんですけれども、このように1枚この表の皮を剥くと、こういう状態になって、綺麗な状態になりますね。ただ、まあ、この状態ならいいんですよ、新しいですからね。ただこれ以上こう剥いたってラッキョみたいになってるバラがあるんですよ。そういうのは絶対避けたいと思います。なのでバラを買うときは、まあ、これはね、これを古いと思っちゃってる方がいるんですけど、これは古いバラではないんですね。なのでこうもう剥いて剥いて剥きまくってラッキョみたいになってるバラは絶対に買わないようにしましょう。ではですね、今日はバラのワンポイントアドバイスでした。ぜひね、覚えておいて、お花を買うときはそこに注意して、バラを買うときはね、そこに注意して、見てください。ではまた次回、このワンポイントアドバイスとしてまたいろんなものを紹介していきたいと思います。ではまた。このダウン、アザラシって呼ばれています。今日ちなみに髪の毛切りました。似合ってますかね。
ハハハハ。